こんにちは、雪の助工房の雪です。今日は最近購入した毛糸の紹介と最近編んでいるものの紹介をしたいと思います。よろしくお願いします。まず買ったものから紹介したいと思います。今回はこちらですね。リバイバルニットさんで購入いたしました。こちらのリバイバルニットさんは千尋さんという方がやられているお店で、ニッタスさんから不要な毛糸を集めてそれを再利用してくれる人に届けるというコンセプトの毛糸屋さんになります。とてもそのお店のコンセプトが素敵だなと思って、千尋さんの活動を私も応援しています。今回その千尋さんの店のリバイバルニットで毛糸をたくさん買ったので、そちらを紹介したいと思います。買ったのはじゃん、まずお店にあった浜中ピッコロを買い占めました。浜中ピッコロはですね、アクリル 100% の毛糸になっていまして、だいたいかぎ針4号とか5号くらいで編む糸になっています。こちらを肌色と、それからホワイト系、いろんな色の糸が売られていたのでこちら購入しました。リバイバルネットさんはリユースの毛糸になるので、この黒とか茶色みたいな少し使われているものもありますけど、ほとんど残ってて状態も綺麗なので全然ありですよね。はい、こちらを購入しました。ピッコロは編みぐるみにも使えますし、最近よく編んでるトレカケースもこの太さがちょうどいいので何にでも使えるかなということで、たくさん寝てたほとんどのピッコロを買い占めました。アクリルなので発色も綺麗でとてもいいですよね。こちらも編みぐるみとかトレカケースに使いたいなと思って、同じ太さの糸が出てたのでこちらも購入してみました。ケイトザッタストアーズさんのメリノ入りあったカチューボソというものになります。これも編みぐるみに使おうかなと思って購入させていただきました。リバイバルニットさんでは毛糸1玉が本当にお安くて、こちらは大体高くて55円。安いのだと28円です。購入するには発送用の袋というものを購入しなければいけなくて、その袋1枚につき15玉まで毛糸を選ぶことができます。なので今回私は15玉きっちり買いました。詳しくは概要欄にもお店のリンクを貼っておきますので、そちらから説明を読んで購入します。
購入してみてください。掘り出し物的な感覚で、たまにソックヤーンとかローアンの高級ナイトとかがかなりの破格で出ることもあるので、ぜひぜひそちらもチェックいただけるといいのかなと思います。またね、毛糸を余らしちゃってる人とか、昔はこういう編みぐるみ編んでたけど最近は編まないんだよねみたいな人で、もし余っている毛糸がありましたら、ぜひ千尋さんに連絡していただいて、提供っていう方法もあるんじゃないかなと思います。皆さんぜひやってみてください。こちらがまず購入品でした。続いて最近編んでいるものを紹介をしたいと思います。まずはこちら、入りきらないんですけど、遅すぎてなんだよって感じですが、母の日にプレゼントに編んでいるマーガレットになります。あとこの袖を編むだけで終わりなんですけど、ちょっと放置されてますね。こちらは編み方動画も一応撮ってて、編み方というか編み方メモくらいになるかもしれないんですけど、一応撮っているのでまた完成したら動画をアップしたいと思います。動画を撮りながら編むとどうしても進捗が遅くなってしまって、母の日はとうに過ぎ去ってきました。模様が結構可愛いんじゃないかなと思います。来た時に縦に模様が入るので再建効果も狙ってます。こんな感じでした。これとあとずっと編みたい編みたいってる、オパールのゴッホのシリーズの毛糸ともヘアを引き揃えて、セーターを編んでます。レチニットさんのバルーンセーターというものを編んでるんですけど、実はこれいっぱい解いてまして、というのもこの袖の増やし目の仕方を間違えててこの筋になってる。真ん中のところから両脇に増えていくように、増やし目をしなきゃいけないんですけど、サイドでずっと増やし目をしてしまってたので、全て解いて今は見直しているところです。編み地がこんな感じになっています。可愛いですよね。思ったよりもヘアがちょっと強く出過ぎてるかなって気もしますが、ウェアとしてはこれくらいが落ち着いててちょうどいいですかね。後作り目初めてやったイタリアン、なんとかキャストオンっていうやつなんですけど、なんかすごい汚くなった気がしないでもないですが、まあこういうものだということで、受け入れていきたいと思います。これをポチポチ編んでるのと、最近はトレカケースを編むのにハマってて、これが新作なんですけど、こんな感じ、なんかいろんな動物のトレカケースを編んでぼちぼちメルカリに出したりもしてます。最近はこの目がうるってなってる動物のシリーズが個人的にハマってて、いっぱい作ってます。可愛くないですか。この次はですね、
これの編み方動画を撮ってるのでそれを出したいのと、それが終わったらリクエストもらってた。去年編み方メモを出してた。こちらのパールで編むビスチの編み方の動画をリクエストもらってるので、そちらを今度は撮り始めようかなと思ってます。ということで短いですが、今回はこの辺りで終わりたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねの方もよろしくお願いします。それではまた会いましょう。バイバイ。